新潟市の公園に出現した巨大なアート。こちらはすべて稲わらで作られています。どんな作品が生まれたのでしょうか。角田山を背に翼を大きく広げる時にくねくねとしたタコ、足の先には吸盤も。新潟市西蒲区の上関型公園に並んだわらアート祭りの作品です。今年で15回目となるこのイベント、旧岩室村と交流があった東京の武蔵野美術大学の学生が毎年訪れ作品を制作しています。今年のテーマは越後の海ということで、今まさに大ジャンプをして姿を現した大きなイルカ、この芝生の公園が日本海の海に大変身です。海面を飛び跳ねるイルカの群れ、その躍動感をカメラに収めようと、イルカが飛んでるところが可愛い。写真も撮ってた。なんかでもすごく再現されてて、藁でもこんなことができるんだと思ってすごい素敵だなと思って、自然といった生かされた景色が見れてすごくいい夏休みの最後を締めくくることができました。力作ぞろいの藁アート祭りは10月31日まで開かれています。